控室に引き上げさせていくところなんですけれども、やっとその興奮がですね、まだ余韻が残っているんですが、お客様もちりぢりになりましたけれども、今椅子の方に戻ってまいりました。リングの中はその39回目の PWF の王座防衛、並びにこのシリーズ、山田さん、馬場選手はインタータッグの初防衛もあるんですよね。そうですね、非常にはい、タイトルマッチがですね、2つありますんで、かなり精神的にもですね、はい、スケジュール的にもしんどいというシリーズなんですが、幸い聞きましたところ体調はいいみたいですね。まさにこのスーパーパワーシリーズはジャイアント馬場選手のシリーズになると思われます。スーパーパワーシリーズ、この東亜蒲田の6月1日秋田での PWF ヘビー級選手権試合、現在38回防衛記録を伸ばしているんですけれども ね、 そうですね、また一つこの東亜蒲田、今日のこのエキサイトの蒲田をやっつけて防衛記録を伸ばしてほしいところであります。リング上はこれより、昨日正式にプロレスラー転向を発表いたしました高力道山の長男、皆様には今まで桃田義弘リングアナウンサーとしておなじみの桃田義弘選手が入場してまいりました。皆様へのご紹介であります。リングアナウンサーとして活躍してまいりました桃田義弘は、この度レスラー転向を決意いたしまして、皆様ご承知のように桃田は力道山2世この力道山の長男であります。すでに近い将来デビューに備え防衛陣を務めております。どうぞ何でも今後ともよろしくお願いいたします。力道山の長男桃田義弘選手、選手としてのスタートが今日であります。皆様へのご紹介であります。日本テレビから桃田選手の花束が贈られました。身長178センチ、体重100キロ、腕の周りは42センチ、太もも62センチ、胸囲124センチ、体格的に恵まれました。昭和21年東京生まれ、昭和43年慶応大学卒業、大学時代はアメリカンフットボールの強力なタックルとして活躍いたしました。そしてこれから師匠となりますジャイアンツ馬場選手と今固い握手が行われました。5年間のリング生活、リングアナウンサーの生活からですね、今日プロレスラーの転向をお客様の目の前で発表した桃田選手、ちょっと顔が好調してますね。そうですね、はい、しかし非常にね、お父さんの、はい、力道山にですね、風貌というか体つきというか非常に似てますんで、もう何かこれから先やってちょっと楽しみですね。そうですね、これからレスラーとして頑張ります桃田義弘選手に皆様のご期待声援お願いいたしたいものであります。リング上はこれよりセミファイナル45分一本勝負を迎えるところであります。先ほど荒れました東亜蒲田に、花道で見ておりました馬場選手が怒りの鉄拳一発リングの中に入りまして、そのままセミファイナルを迎える形になりました。今日のセミファイナルの相手はマリオ・ミラノでありますが、軽くジョッキングであります。試合に先出しまして両選手並びにレフリーに日本テレビから花束が贈られました。いよいよこれよりスーパーパワーシリーズセミファイナル両選手の紹介が新しくリングアナウンサーになりました原郡司リングアナウンサーより行われます。本日のセミファイナル45分一本勝負、中村が三冠王の世界のジャイアント馬場が紹介されました。さてジャイアントチョップが炸裂、マリオ・ミラノがキャンバスに沈みました。そしてコーナーマットのトップに持っていきました。投げを見せます軽いフットワークジャイアント馬場、好調なスーパーパワーシリーズ開幕戦を迎えております。PWF のベルトは過去38回防衛いたしました。この記録ももう本当に記録を更新中なんですけれども、今度39回目が東亜蒲田、何回まで防衛できるでしょうかねということをざくばらんにお聞きしたんですが、
いや、一つ一つが大切だからそんなことは構ってられないんだということですね。まあそれがね、はい、やはりあのタイトルを持っている人の本音かもしれませんね。まあ周りから見ますとね、はい、あともうすぐ40回だと、はい、もう50回だと、ね、うん、いうようなふうに簡単に言いますけれども、まあ、王座を守ってる党の本人かな、きついでしょうね。しかもね、あの今日は初めてね、そばで僕は東亜鎌田という選手のそのファイトぶりを見たわけですよね、はい、もう頭の中で考えていたのとガラッと違ってしまいましたね。もうあのちょっと予想ではね、はい、あの PWF おそらくその楽勝とまではいかなくても、はい、ラフファイターには野田選手というのは強いですから ね、まあ、あの割と楽に乗り切れるんじゃないかという予想をしてたんですが、どうも今日の試合見たら相当難しい相手だというのは気持ちに変わってきました。強いですね。いわゆるその強さと同時にですね、不気味さというか、あ、何をしでかすかわからないといったところが本当に怖いですね、うん、あのそれと同時に、ね、はい、一番今日感じたのはね、はい、とにかくあのダイナミックですね。次から次へね、実に動きがいいしね、いろんなことをやる、あれではね、ちょっと防ぎようがないんじゃない。選手の予断を許しませんが、16番カウンターで炸裂。マリオ・ミラノがモンドリ打って倒れました。そして両足を持って逆襟の体勢だ。ゆっくりと右足がステップオーバーいたしました。大型のマリオ・ミラノ、さあ自ら軽く余裕を持っての足払いから今度はのど締めに行きます。マリオ・ミラノであります。ストマックのあたりに今度はパンチ攻撃、ゆっくりとした試合展開、胸板にエルボー、そしてところは顔面にナックルパンチ炸裂であります。喉元にチョーク攻撃。このマリオ・ミラノもですね、ストロングスタイルのレスラーかと思えば、時にはこういったようなすごいハードなですねテクニック、うん、反則攻撃みたいなものをやるんですね。やはりね、あの、はい、元来はこの非常にオーソドックスな、ね、テクニシャンなんですがね、もういざという場合にはあの世界中のレスリング知ってますからね、非常にあの荒っぽいものを持ってますね。いわゆるそのオールラウンドのプレイヤーということになります、ね、そうですそうです。非常にあの幅が広いですね。リングの外はジャイアント馬場、そしてセカンドロープサードロープの間から髪の毛を持って中に入れます。マリオ・ミラノ顔面を踏みつけます。113キロのこのマリオ・ミラノ膝を落としました。2連発カバーに入りましたが、これはポジション的に悪い。サードロープに足を伸ばしました。ジャイアント馬場これは首筋のあたりに左のお膝を固定いたしまして、顎顔面への攻撃であります。あの医師の複合攻撃ですね、はい、これは鼻の穴に手を入れてるわけですか、ね、医師のほらかきむしりっていうかガウジングの医師ですね。今日はこのマリオ・ミラノの前回の来日のストロングスタイルよりも変身しての今回のスーパーパワーシリーズ来日であります。ダフに徹底しておりますマリオ・ミラノ。ハットバックですね、うん、元パッと顔面への絶対攻撃であります。しかし意外に馬場選手ヘッドバットに対するディフェンスやってないんですが強いですね、うん、あの顔面普通の表情はありません。そして体を入れ替えます。さあ大きなチョップ攻撃です。足という鈍い音、口から泡を吹きます。マリオ・ミラノ、このシリーズ2つのタイトルマッチがあります。ジャイアンツと馬場のシリーズとなりますスーパーパワーシリーズ。16問ベストマックのあたりに秘密的攻撃、顔面普通に歪んでおります。マリオ・ミラノチョップ攻撃であります。ナックルパンチ攻撃であります。いわゆるインタータッグは7ヶ月ぶりに王座ダッシュに成功ということで初防衛ですね。それから PWF が39回目の防衛戦ということになりますから、いろいろとこの馬場選手もですね、修羅場を経験してきているということですね。そうですね。それにしてもインタータッグね、やっと
スローの末にですね、まあ、逃げられていたんですが取り返した。今度はもうすぐに防衛戦堂々とやってやるというところあたりですね、まあ、いかにもその日本の王者チームらしくて爽やかでいいですね。そうですね、もう逃げ隠れしないとそういうところはいいですよね。果たしてこのビル・ロビンソンがどういったパートナーを選ぶでしょうか。このマリオ・ミラーのこのパートナーの選ばれる要素十分ありますからね。有力候補ですよ、はい。まあ、あのタイプから言ってるんです、はい。まあ、ロビンソンはそういうタイプは嫌いじゃないですか、ね。膝で喉元への攻撃、そしてまたもや東口の方から人波が大きく揺れております。何回かこのリング上を狙っているようですね。こう赤旗がそうですね、片指の体勢に入りました。ジャイアント馬場開幕戦白星で飾りたい。そして6月1日秋田ではその流血大王東赤旗のチャレンジを受けます。 PW ヘビー級選手権試合、なんとしても今日は白星で飾りたいところであります。顔面が歪んでいます。マリオ・ミアノ、イタリアのサンプージということでありますが、さあまたも大きく東口の出入り口が割れました。人目が割れた。白いフォータンド東赤旗が入ってまいりました。後頭部にキックですね。それからトーキック東赤旗、キラー東赤旗の攻撃が続きます。流血対応全日本プロレス初登場であります。白い包帯が真っ赤に入れている。そしてリングの外のジャイアント馬場に狙いを定めています。ジャイアント馬場の狙いを定めている。喉元へチョップ攻撃、143キロの東赤旗がやってまいりました。ジャイアントの負けすぎが分かりませんね。いやー、これちょっと止めなきゃいかんですね。そしてビル・ロビンソンがいますよ。ビル・ロビンソンが、ロビンソンですよ。ロビンソンが左のパンチ攻撃、ロビンソン、あっと思わず大人勢同士の攻撃ですね。そうですね。そして倒れていますジャイアント馬場の攻撃。いや、おそらくね、ロビンソンはね、こういうの嫌いですからね、怒ってるんじゃないですか。正統派のロビンソンが許しませんね、こういうことはね。そうですね、人の試合にね、何言うしかないですからね。そういえばロビンソンもですね、フロリダでの一戦、UN のタイトルマッチ、鶴田とのタイトル戦でブッチャーが乱入してきましたからね。そうですね、まあいろんなはい、ロビンソンというのはとにかくやはりね、正統派ですからね、そういうことはね、つかないわけですね。勝負の決着はやはりリングの中でつけてほしいというところでありますけれども、放送席に吹っ飛んでまいりましたお客様でありますが、気をつけてほしいものがあります。さあ、東赤旗、キラー東赤旗のまだ後ろの目が今やっと全日本の若手に連れられましてですね、これから控え室に入るところですけれども、先ほどから2回3回と牽制して伺っていましたね。いや、しかしね、本当にもう台風並みの大暴れですね。それにしてもこのジャイアント馬場選手、開幕戦立ち上がりからですね、痛い打撃を受けましたね。そうですね、今ね、はい、結局試合ですがね、結果的には馬場選手が反則勝ちということなんですがね、これはあんまりありがたくないですね。痛い勝ちですね。PWFのヘビー級タイトルマッチ東赤旗の乱入ですけれども、勝負の方はジャイアント馬場選手が